はい、こんにちは、タイハッピーです。ご視聴ありがとうございます。はい、今回はね、デラックスディケードライドウォッチ、はい、クーガからディケードがね、ついに揃いました。で、箱の大きさなんだけどね、まあ、この分長いですよね。もう本当にライドウォッチ自体が長い。はい、でね、パッケージなんだけど、まあ、この顔のデザインね、個人的にはですけど、どうなのかなっていうのがあります。まあ、動いたらかっこよく見える法則なんだろうけど、あのガンバライダーみたいですよね。劇中だとこれね、何もないマスクがモニターになってて、なんか映し出されるのかな、どういう演出なのかすごく楽しみで、ちゃんとね、ここあのガンバライド、ガンバライジングみたくバーコードに上になってるんだね。で、胸、このちょうどね、タイムの中にね、2009ってあるんだけど、そう、そこでね、453145っていう番号、これ何なのかっていうのあれだよね、あの A が1、B が2、C が3っていう感じで、まあ、数字をね、バーコードに直すとちょうどね、ディケードになるんですよね。453145 DECADE、 すごいこれね、考えられてるなと思った。てっきりね、その45とか49っていうのは日本の国番号、そう、ジャンコードでね、先頭にある数字が、まあ、4549日本なんだけど、それなのかなと思いきやね、ちょっと違ったね。で、その法則をね、このガシャットで当てはめてみたところ、まあ、56569 4545って、まあ、下の方にあるんだけど、まあ、これだとね、ちょうど EEEFIDEDE、全く意味のないもんでした。はい、ではね、パッケージの裏いきましょう。はい、時空ドライバーでディケードアーマーにアーマータイプで、必殺技ので、今度はね、ディケードライドウォッチに他のライドウォッチもくっつくという。で、単体遊び。でね、これさっき言った通り、これ45とか49が日本の番号で、その後、まあ、これで言うんだったら49660っていうのが企業番号。で、そこからね、製品コードだったりします。まあ、これがね、ジャン13桁のコードになります。だからね、韓国だったらね、国番号880。で、中国だったら690だったかな。うん、そこからね、692とか693まであって、まあ、国によってね、規格が、例えばね、あのタミヤ、そう、これは49で、企業コードがね、50344です。そう、だからね、ちょっと余談になっちゃってるんだけどね、ほら、49で50344、日本の製品でタミヤが作ってるっていう、あとここね、製品コードです。だ、例えばね、韓国の880か、韓国玩具だとね、これ、そう、880から始まって、あとはね、企業コード、どこまでが企業コードなんだろうね、948299かな、まあ、ちょっとバンダイだと、そうですね、880948299、はい、そんなバーコードの仕組みでございます。てなわけで、いきましょう、オープン。はい、茶色いボール紙じゃないんですね。なんかパイズアクセルみたい。ちょっと見てみましょう。はい、ディケードウォッチ。このギザギザがたまんないね。で、認識スイッチ。奥に基板がうっすら見えるね。これダミーじゃないんだ。ちゃんと反応するんだね。で、これが取り外しのロック解除。で、上にもボタン。で、後ろで、これがね、41番でこの形状で、テスト電池入りではね、音声いきましょうか。すごく豪華。ちょっとこれね、照明消してやってみます。仮面ライド、さまざまな仮面ライダーに変身するライダーはディケイドだ。すごい派手だ。で、ディケイドライドウォッチにライドウォッチ、おー、じじじじおー、ちゃんと言うんだね。ちょっと今その場に置いてあるやつ、ちゃんと認識するんだ。じゃあグリス、
デビルド。キャンセルされるんだ。そう、あのライドウォッチくっつけた状態でここのボタンを押してもセリフは変わらず、押されるスイッチはこの突起はここね、この2箇所、こういう形状。あ、なるほどね。ここに書いてあるわ。キャラクターが登場する作品シリーズに応じた音声が鳴ります。ということはレーザーを刺したらエグゼイド。エグゼイド。じゃあタジャドル刺してもオーズ。まあこれはオーズなのよね。ということはで、エボル、ビルド、でマッハ、じゃあファイズフォンテン、ライドウォッチ。すごいごついなこれ。これ銃の状態でくっつけたらなんかすごいごつそう。で、こだま、ライドウォッチ、ライドウォッチ。じゃあタカ、じゃねえバイクだ、ライドウォッチ。そしてタカ、ライドウォッチ。はい、それではね、時空ドライバーと連動音声と、あとはね、クーガからビルドまで、はい、ここに装填した音声いきます。
はい、そんなわけでね、今回の動画はデラックスディケードライドウォッチだったんですけれども、必殺技の時ファイナルフォームタイム、これの時はベルト回さないでくださいってありましたけど、やっぱり安全性考慮してなのかな。うん、やっぱりこれをつけるとね、かなり重たくなるん でちなみにライダータイムの方、画面でいう左側に取り付けた時はボタン押した瞬間もうゾッと落ちましたからね、かなり重たいです。ただまあ両方にくっつくっていうのと、あと必殺の時、これね、押させてみようか。そう、必殺発動はここだけ、ここ押してもね何もなし、光ってるだけ、うん、でどうしてもね気になったのは、ディケードライドウォッチにディケードライドウォッチくっつけたらどうなるのっていうのはね、まあ、このさっき上と下分離して刺してみたんだけど反応はしなかったですね。ただ取り付けはできるということは、時空ドライバーにセットして、上にセット、上にセット、上にセットってもう延々できますよねこれ。だから左右くっつけて、もうそこからどん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 連結していけば、とんでもなく長くなるのができちゃうんだけど、これはねもうベルト確実に壊れますよね、うん。まあ、このね時空ドライバーのこの根元が多分いっちゃうし、なんか見た目的にはすごいなとなるんだけど、多分ねこれはね本当にやんない方がいいと思う。ただね2個付けくらいだったら全然いけると思う。2個付けプラスライドウォッチ、これでいけると思うけどね。まあいずれやってみたいかなっていうのはあるけどね、絶対にその何複数刺したらここら辺がまず割れてくると思うんで、もう本当にやんない方がいいと思います。いやー、それにしてもね、ようやくクーガからディケードまでねずらっと来たわけなんですけども、さあ年内でこれだから来年どうなるのっていうね、すごい怖さもありますよね、うん。であとね、皆さんから教えてもらったファングジョーカーとか、マジか、なんでそういう売り方するんだみたいなね、もう本当にもうねバンダイ今すごい攻めてきてるから怖いところ。はい、そんなわけでね、以上トヤッピーでした。ご視聴ありがとうございました。